皆さんこんにちは、ユリアと申します。それでは流行り神続きからやっていきましょう。前回鬼を A クラスでクリアしました。まあ本来の目的は達成したけど、いろいろなところが未解決だったから A だったのかもな。でもそんなこと言ったら今までの話も未解決なところがたくさんあるんですけどね。これは別のルートで解決できるのかな。まあそれはひとまず置いといて、今回から新しい話をやっていきましょう。もう最終話？もう？こういうのってさ、第5話くらいまでない？まあ一個一個の話がボリュームあるからな。名前のない駅、それって無人駅じゃないのかな。それでは最終話、名前のない駅やっていきましょう。お、あの幕間だ。最初に出てくるの？大変な事件だった。しかし黒宮警部補は小暮刑事と共に見事斉藤雄介くんの救出に成功した。これ前回の話の後でも良かったんじゃないかな。鬼は人の心に住んでいる。これが黒宮警部補の導き出した一つの答えだ。闇に響く男の声が事件を回想する。信じられないような事件だが、男が嘘をついてるとは思えなかった。男の話を聞くにつれ、次第に、もしかしたら、この世界のどこかでは、と、怪異な現象を完全否定できなくなってしまっている。バカな。と、いくら否定しようとも、心に染みついた闇は、剥がれ落ちることなく、居座り続ける。どうして否定できないんだ？実際に、男が話したような非現実を目の当たりにしていたことがあるならまだしも、僕は普通の何？サラリーマン？僕はただ普通の、僕は。どうやら気づいたようだな。ん？何か？そんな、まさか。ん？桐崎さん、ひとみさん、インドーさん、ゆうかさん、小暮さん。どういうこと？欠落していたはずの記憶が怒涛のように渦を巻き始めた。もしかしてさ、この話してるのが主人公じゃなくて聞かされてる側が主人公だったの？記憶喪失だったの？僕はそう、君こそが黒宮ユリア警部補だ。じゃああなたは誰なんですか？道明寺さん？まるで長い長い眠りから覚めたような気分だった。今、自分がどこにいるのか即座に認識できない。大丈夫？でもうっすらと。病院だね。鬼の事件からずっと病院にいたの？どうやら病院のベッドらしいが。気がついたようだな、ユリア。おう、桐崎さん。小暮さんも。先輩、心配したであります。自分は。小暮さんが涙を流して感激している。ありがとう。なんだ、一体どうしたって言うんだこれは。ひとみさん、どうやら状況が把握できてないみたいね。あなた4日前にこの病院の正面入り口で倒れていたのよ。4日前？じゃあ私は4日間も眠り続けていたの？意識が朦朧としていて、自分が誰かすら認識してなかったの。精密検査したけど、脳にも異常はなく、外傷もない。至って健康体にもかかわらず、記憶だけが失われていたのよ。どういうことですか？そこで、俺は松浦教授の力を借りて、お前に逆光催眠をかけることにしたんだ。あれ夢じゃなくて逆光催眠だったの？どうも。どうも。一度見たら忘れられない特徴的な顔が、お世辞にも爽やかとは言えない微笑みを見せる。お前がこれまでに経験してきたことを思い出せば、
自分を取り戻せるんじゃないかと思ってな。兄さんが逆光催眠を？すると、あの閉ざされた空間で僕に語り続けていたのは兄さんだったのか。あの暗く出口のないコンクリートの部屋は深い闇に迷い込んでいた僕の意識を投影したものだったのかもしれない。黒宮刑事、あなたはとても貴重な経験をしておられるようですな。ぜひじっくり酒でも飲み交わしながら話を。お酒は嬉しいけど今はちょっと。3日後くらいでいいですか？教授、どうもありがとうございました。あとは私が処置しますので、どうぞお引き取りを。いや、式部君、僕は彼とだね。ああ、消えてった。松浦教授はおもちゃを取り上げられた子供のようにダダをこねたが、厳しい瞳ママが、瞳ママ、それを許すはずもなくあっさりと締め出された。すまんな瞳。瞳読みなの？兄さんが苦笑しながら礼を述べる。お安いご用よ。あの人、放っておいたらユリア君を何の実験台にするか分かったもんじゃないからね。そんな人を教授に据えておく病院もどうかと思うが、一応彼も恩人らしいので心の中で感謝しておいた。それに前にも話したけど、過度の逆光催眠は被験者にとって負担も大きいから。式部先生は怖い方かと思っておりましたが、意外にも優しいのでありますね。いや、ひとみさんは優しいよ。意外は余計よ、小暮くん。ヒールが小暮さんのつま先に突き刺さるのを僕は目撃した。あー、痛い。兄さん、ひとみさん、小暮さん、ありがとう。またみんなに助けられたんだね。水臭いでありますよ、先輩。先輩と自分の仲じゃありませんか。小暮さん、よく帰ってきたな、ユリア。一時はどうなることかと思ったぞ。うん、本当にごめん。でも、どうしてこんなことに？どうしてこんなことになったの？兄さんの顔が曇っていく。何か悪いことでもあったのだろうか。お前、F-O-A-F って言葉に何か心当たりはあるか？なんで知ってんの？F-O-A-F、フレンドオブアフレンド？以前、優香さんが噂のばらまき装置のことを F-O-A-F、友達の友達と言っていた。そして、あの閉ざされた意識の中で聞いた言葉だ。どうした？何か知っているのか？いやー、詳しくは。その言葉がどうかしたの、兄さん？いや、お前が意識を取り戻す前、何度も上ごとでな。上ごとで？何度も上ごとで？なんだって、そんな。しかし、意識の中で男に問われた時、僕は驚くほどの警戒心を示した。同じ言葉を優香さんから聞いた時は、何でもなかったのに。僕が気を失う前に何があったのか。4日前に何があったの？こうしている間も、ベッドのシーツを握りしめる手に冷たい汗が滲んでいくのがわかる。無理に思い出そうとしなくていいのよ。最後に覚えているのはいつのこと？ひとみさんがかばうように質問を変えてくれる。そうですね、確か。ここでフェードアウト？警視庁非公認事件記録な13号、名前のない駅。お、自分の家。でもここはいつだろう。その日は久しぶりの非番だった。とは言っても彼女がいるわけでもなし、日がない一日を何もせずにぼーっと過ごそうとしていた。まあ休めるときに休んでおこう。お、誰だ？もしかして仕事？今日非番なのに。僕が暇なのを見透かしたのか、携帯電話が騒ぎ始めた。もしもし。ユリア君？私、ユウカ。ユウカさん？ユウカさん？
意外な人からの電話だった。だが悪い気はしなかった。お桐崎先生から非番だって聞いたんだけど、今日暇？暇だよね。絶対暇に違いない。なんで桐崎さんは私が非番だってことを知ってるの？確かに暇には違いないが、そこまで断言しなくても、突っ込むところそこじゃないよ。暇なんだったらさ、ちょっと付き合ってくれないかな。え、どこに？付き合う？それはもしかして、デートのお誘いですか？ねえ、いいでしょ？しょうがないな。うん、いいよ。よし、決まりね。それじゃあ、待ち合わせの場所と時間はね。急いで支度を済ませた僕は、地下鉄を乗り継ぎ、待ち合わせの場所に到着した。キョロキョロしてるね。まだ来てないのかな？まだ優香さんは来てないみたいだ。ちょっと早かったかな。女の子と待ち合わせなんて久しぶりだ。最後はいつだったの？なんだかドキドキするのは緊張のせいか、それとも走ってきたせいなのか、どっちもだよ。それにしても何？遅すぎる？てんてんてんが怖いんだけど、もしかして優香さん事故に遭ってないかな。暇だ。このところ事件に追われていてぼんやりすることなんてなかった。急にゆとりができるとかえって手持ち無沙汰な感じがする。お、ユリア君、お待たせ。よかった、事故に遭ってなかった。優香さんが爽やかな笑顔で挨拶する。彼女の明るさは天性のものだ。こちらまでついつられて笑顔になる。じゃ、早速出発進行。張り切って指さす彼女の腕はまっすぐ青空を向いていた。え、まさか空に行くんですか？まさかあそこに向かおうってわけじゃないだろうけど、優香さんなら言い出しかねない。どこに行くの、優香さん？それはついてからのお楽しみ。秘密よ、秘密。何その記号。このゲームそんな記号あるの？意味深に微笑む優香さんに連れられ、僕は再び地下鉄のホームへと向かった。秘密か。それも楽しいかもしれない。目的地は映画館か遊園地か。なんだか学生時代に戻った気分だ。いや、そんなところは行かないんじゃないかな。地下鉄に乗ってるのかな。これに合わせてコントローラーも震えている。おお、乗ってる。都内の地下を流れるこの電車に揺られてどのくらいの時間が経過しただろう。結構乗ってるの？でね、その回送電車が通過した時に一瞬だけど白い人影が見えたんだって。どう？すごくない？うん、そうだね。電車に乗り込んでからというもの、優香さんは延々と地下鉄にまつわる噂を披露し続けている。地下鉄の噂？全く知らない。よくもまあ世の中にはこんなにもくだらない噂話があるものだと思う。そしてそれを自慢げに語る優香さんもやっぱり少し変だと思う。いや、好きだからしょうがないじゃん。ああ、その顔信じてないんでしょう。桐崎先生の弟のくせになんで信じないかな。いや、そこ関係ないよ。オカルト事件は得意分野でしょ。いや、得意でもないよ。別にオカルトが得意ってわけじゃないんですけど。優香さんは僕が所属する警察誌編纂室をかなり偏った方向に勘違いしている。確かに奇怪な事件を専門に扱ってはいるが、全てをオカルトと決めて捜査しているつもりはない。怪異な事件に対しても柔軟な思考で捜査するのが僕らの仕事だと思っている。ユリア君、オカルトに興味ないんだったら私と代わってよ。間宮優香刑事、なかなかいい響きじゃない？うん、まあそうだね。私と代わるって私がジャーナリストになるの？そう簡単に刑事になられては
たまったものではない。何、急ブレーキ？僕に代わってツッコミを入れたのは電車のブレーキだった。普通より急なブレーキのような気がする。あ、やっぱり？到着駅のアナウンスもないのに一人でにドアが開く。怖い。あたりを見回しても乗客は誰一人いない。もっと怖い。あれ、ここ駅なの？降りるわよ、ユリア君。うん。ユーカさん、シュッとしてるね。ユーカさんは目を輝かせながら僕の腕を強引に引っ張った。ここ駅なの？ここは？これってさ、死後の世界に行くための駅なんじゃないの？地下鉄の駅には違いないみたいだが、ホームには誰もいなかった。乗客ゼロ？乗客、駅員はもちろん、広告や駅の看板すらない。まるで建設中に放棄された廃墟のようだ。ちょっと待って、発進しちゃったんじゃ。当然のことだが、電車が僕たちを取り残して発進していく。ちょっと待ってよ。てか、あの電車運転しているの誰？二度と戻れない予感が脳裏をよぎる。ちょっと待って、怖いんだけど。やったわ、本当にあったのね。僕の不安をよそに優香さんは大喜びだ。あなた怖くないの？宝物を発見した冒険者のようにはしゃいでいる。優香さん、ここはどこの駅なの？と不気味な笑い声を作って、優香さんは高らかに宣言した。名前のない駅よ。名前のない駅？名前のない駅？僕は首をかしげた。つまり未完成の駅なのかと尋ねると、優香さんはチッチと突き出した人差し指を左右に振って否定した。だから古いんだって。この駅はこういうものなのよ。初めから名前のない駅なの。そんなバカな。僕は疑わしい眼差しを送った。あ、その目は全く信じてないわね。いいわ、教えてあげる。お願いします。ユリア君は聞いたことない？地下鉄には都市防衛機能が備わってるとか、地下鉄の永田町駅には有事のために戦車が格納されてるって都市伝説。聞いたことない。これは地下鉄にまつわる都市伝説でいいのかな。地下鉄にまつわる都市伝説が登録されました。まさかこの駅がそんな妄想と関係あるって言うんじゃ。妄想じゃないわ。現に名前のない駅は存在してるじゃない。綿密な調査と情報収集の末にやっと見つけたんだから。私の推理は正しかったのよ。でも一人で行くには何かと危険があるかもしれないと思って。その点ユリア君がいれば安心じゃない？そうかな。一応刑事だし、警察手帳があれば一般人じゃ入れない場所でもちょちょいっと入れるかなって。いや、そんなことないよ。一応刑事ですけど、警察手帳はそんなに便利なもんじゃありません。フリーパスか何かと間違えてるんじゃないのかな。だが名前のない駅を発見して燃え上がっている今の優香さんに反論したところで火に油を注ぐだけだろう。それよりデートだと思っていたのが、実は優香さんのフィールドワークに付き合わされただけだったという事実に脱力した。私は分かってたよ。微妙に期待していた自分が悲しいやら情けないやら。どうしたの、ユリア君。明らかにしょぼくれた顔して。あ、わかる。いや、僕はてっきり映画館か遊園地に行くと思ってたから。ああ、言うんだ。え？明かりが乏しくてあまりよく見えなかったが、優香さんの顔が少し赤らんだ気がした。おお。何言ってるのよ。それじゃまるでデートみたいじゃないの。なんで私がユリア君をデートに誘わなくちゃならないのよ。ダメ？デート説を完全否定して優香さんは背を向けた。もうバカなこと言ってないで行くわよ。行くってどこに？ここが目的地じゃなかったの？
僕が質問しても相変わらず優香さんは背を向けたままだ。ああ照れてるな。名前のない駅は序章に過ぎないわ。本当の目的はこの先にある真実よ。ん？私はその真実を求めてここへ。この先にはん？何？があるはず。優香さんはこの先にあるもの、何これ？てんてんてんだと言った。あれ？てんてんてん？てんてんてんってなんだっけ？え、記憶喪失？あ、ここに戻るわけか。思い出せるのはそこまでだった。それ以上の記憶はいずこかへ消失してしまっていた。で、マミヤ君はどうしたんだ？彼女は名前のない駅の先に何があると言っていた？いや、それから思い出せない。兄さんがいつになく焦った様子で問い詰めてくる。あ、焦ってたの？思い出せないのか？名前のない駅はどこにあるんだ？あ、桐崎さんも興味あるんですか？桐崎くん、落ち着いて。ああ、すまないユリア。ああ、はい。どうしたの、兄さん？そんなに知りたいなら、優香さんに聞けばいいじゃないか。え、まさか、優香さん行方不明とか言うんじゃないよね？居心地の悪い静寂が場を支配する。みんな押し黙って、顔を見合わせるだけで口を開こうとはしない。どうかしたの？まさか私の予感当たっちゃった？先輩、あの小娘はいません。うわあ！え、生きてるよね？4日前、つまり先輩と一緒に出かけてから行方知れずになっているのであります。絶対あの駅から出られないままなんじゃないの？優香さんが行方不明？僕はゆっくりと頭の中でその言葉の意味を飲み込んだ。そんな、僕はここにいるのに、なんで優香さんだけ？一緒に見つかったんじゃなかったんですか？いいえ、発見されたのはあなた一人よ。他には誰もいなかった。あなたが自分で歩いてきたのか、誰かに運ばれてきたのかもわからないの。何そのハイスクールミステリーみたいなやつ、こんなのあったよ。どうして僕だけが？それじゃ、優香さんはまだ名前のない駅に？ああ、お前の話を聞く限りでは、その可能性が一番高そうだな。では、桐崎先生、先輩からもう一度詳しい場所を聞いて、あの小娘の捜索に向かいましょう。待ってください、小暮さん。僕も行きます。あ、無理ですよ、先輩。さっきまで意識もなかったのに、もう大丈夫です、治ったから。大丈夫です。もう何ともありません。それに知ってしまった以上、休んでなんかいられませんよ。どうなんだ、ひとみ。ひとみさん！そうね。外傷はないし、精密検査の結果も異常なし、本人の意識もしっかりしている。じゃあ！信頼できる医師が付き添うという条件付きなら、外出許可が取れるわ。本当ですか？信頼できる医師ですか？ひとみさん！そう、私よ。不服かしら？全然！むしろ嬉しいです。優香さんと待ち合わせた場所。優香さんと乗った地下鉄。僕は細切れ状態の記憶をたどたらしく繕いながら、4日前の自分の足取りを追った。ファイルナンバー128、最終話、名前のない駅、地下鉄にまつわる都市伝説。やっぱこれでよかったんだ。地下鉄にまつわる都市伝説。日本の首都である東京の地下鉄は複雑に入り込んでいる。そのため地下鉄に関する様々な噂、憶測は数多く存在する。日本の政治を担う国会議事堂であるが、地下鉄丸の内線国会議事堂前駅は地下2階まであり、その下にさらにもう1階、
有事の際の議員専用ホームがあると言われている。また交渉では地下6階までとなっている地下鉄千代田線の国会議事堂前駅には、その下にさらに階層が存在し、その下階には2本の地下鉄路線が通されており、有事の際はシェルターとしての役割も果たすという話がある。すべての地下鉄と交差されるように作られている地下鉄大江戸線は、有事の際の物資の搬送を目的に作られたものだという噂もある。また他の地下鉄線に比べ2倍以上も天井の高い有楽町線などに至っては有事路線などとも称されており、もしもの際には陸上自衛隊の戦車が走行できるように建造されていると噂される。しかしもし地下鉄の路線内に戦車が通った場合、トンネルの構造上戦車の重量に耐えることはできないため、この噂に関してはあくまでも単なる噂の域を出ないものではある。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。